た本日もグーネットさんのお力を借りてセカンドカーを探す旅やってまいりました。井戸田です。よろしくお願いいたします。ご報告です。なんと井戸田潤またパパになります。また夏にですね、子供が生まれるので、今奥さんが本当にドンという状態でございまして、久しぶりですよ。わ、18年ぶりのパパという。うわ、そういうわけで趣旨が変わってきまして、やっぱり子供ができるということで、確かに、なんていうんですか、今までのそのなんていうんですか、独身男性みたいな感じでスポーツカー乗ったりだとか、うん、まあちょっとカスタムした車を見たりだとかということではなくて、日常的に使える素敵な車、ファミリーカーを探しに来ました。素晴らしい。よろしくお願いします。やっぱりそういう風に気持ちが変わってきた。じゃあちょっと聞こえてます、ね、潤さん、ここが潤さん、潤さん、本当に私の欲しいラインナップドンピシャということで、どういう行きたいなと思います、ね、どういう心境の変化があったんですか、はい、具体的には。でも潤さん、18年ぶりにパパになるということで強めに来てよ。え、ドンと。僕はちょっとこの立場でどうぐらい強めに言っていいか分かんないですよ。やっぱそのあれだったら。何？いやいや、すみません、今日はちょっと担当ディレクターの方ですか。ディレクターを今日やらせてもらいます。よろしくお願いします。すみません。いや、担当ディレクターであなたでしょ。いやいや、そんなことないです。僕はもうとかじゃないです。ずいぶん丸くなったけど。そうですね、見た目も丸くなりましたけども、うん、もうそうなんです、うん、僕もファミリーカーということで、はい、今日潤さん探してらっしゃるということで、うんうん、僕はもう、宮野さんと喋るよ。そんな耳打ちされなきゃ喋れないんだったら。ちょ、分かんないです。どう喋どう立ち振る舞っていいか分かんないんですよ。だから何が、潤さん助けてください。逆に逆に助けてください。そっち側からお願いします。頑張れ。僕はもうだからファミリーカーという自己紹介した方がいい。いやいや、もうそんなんダメです、ダメです。もう自己紹介なしで今日は行きたいと思います。ただのディレクター、ディレクターとして、一ディレクターとして今日はもうやりたいと思います。ちょちょ、もうずいぶん昔に解散しました。しおさんでしょ。いやいや、知りません。そんな、もうそんな名前はとうに選手の。違う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 んです。言っちゃうから、それは言っちゃうけど、うん、違うんです。今日はもうディレクターとして。今か、いや、まっくるりアスファルトですよ。昔はやってましたよね、アスファルトだろうが。待ってください、ディレクターだろうが。ディレクターで来てんだから今日俺。え、ちょっと話変わってきますよ。映さないけど。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと気をつけてよ。ゴリゴリのアスファルトなんだ。あ、すごい。一切カメラ向かないじゃないですか。案の定。だってディレクターさんなの。ディレクターです今日は。でもまあこれで分かっていただき、いや、いいんですよ、そんなことは。どうでも、潤さん、ファミリーカー世界専門のディレクターに。そうなんですよ、僕は今日ファミリーカーってことで専門のディレクター。俺宮野さんと喋るよ。で、俺だってほら家族が子供の家族身内されるんだったら俺はこっちと喋るっつってんの。なんでかっていうと、最近潤さんがちょっと番組を、はい、スタッフを私物化して、はい、実はこれがこういうことあったんですよ、はい、私物化して。もう喋りなよ、じゃあ。俺に喋りなって。私物化してるんですか。宮野さん、はい、番組のスタッフと、はい、をプライベートで、あ、自分のファミリーカーを探しに行った。なるほど。それカメラ回ってないとこで車探ししちゃってんですね、もう。俺スタッフに言ったら、はい、ネタ潰すな。そう、それやられちゃったら、だってカメラ回す意味ないんだから。しかもリアクションも新鮮味なくなるし。そう、スタッフと、うん、なんか見に行った。見に行って俺ちょっと何やってんすか、潤さん。わざわざ京都まで行ったんだから。京都まで連れて行って。いや、この番組でお世話になった山ちゃんっていう、はい、車のね、専門の方いるんですよ。あ、もう山ちゃんって呼び方もなんかやだな。もうなんかすごい私物化の匂いがします。山ちゃん。違う違う、この番組で山ちゃんそもそも山ちゃんって紹介されてんだよ。あ、すいません、うん、ちょっと僕初めてなんで今日ディレクターで、はい、前喋ってた時に、まあ、子供も生まれるんですみたいな話 で、うん、でたまに山ちゃんは前買った BM の330を面倒見てくれてるんだよ、うんうんうん、だからそういう時の、だからまあなんつうの、このチャンネルで会うよりプライベートで会ってる方が山ちゃん多い。もはや。それが車探しをプライベートで始めちゃった。うわ、それは我慢してくださいよ。この番組でやりましょうよ。それは。京都行ったんだよ。京都行って。でもグーさんのやつですよ。うん、まあそこを外されちゃうグーさんで見つけたやつですよね、うん。カメラは呼ばれずに。だってさ、そちらもスケジュールあるじゃないですか。で、そうだもなかった。来るとなるとさ。
時間決めたりそっちの主導で動くじゃん。いやいや、そっち主導で動かれるとこっちも窮屈だから。いやいや、そしたらその社内の中で山ちゃんが言ってたもん、宮野さんがなんかちょっと言ってましたよって言ってで、え、何言ってたのって言ったら、どうなってるんですかって言って、ちょっとストップさせてくださいって言ったって俺は山ちゃん経由で聞いて、うん、まあそうか、そうなるよな。それで山ちゃん進めちゃったらよくわかんないじゃん。それで向こうさんサイドも一旦ステイしてもらったよ、ね、はい、ステイしてください。 それはもうもちろんあの新鮮なねモチベーションも下がっちゃうから。そうですよ、俺も嘘ついて車探ししたくないから。そうですよ、茶番、とんだ茶番ですよ。そんなのとんだ茶番だよ。こっちだ、今日が茶番にならなくてよかったよ。ならない、そうですよ、うん、だから今日おすすめの車いっぱいありますからね。ありますか。それでさ、それでさ、マジで、あ、ディレクターはさ、何しに来たの。あの、アルバイトです。アルバイト悪い方向にどんどん行ってる。あのさ、しっかりベースは打ち合わせしといて。すいません、すいません、ディレクターです。ファミリーカーということで、やっぱ私もファミリーカー乗ってますし、ジュンさんも久しぶりじゃないですか、うん、もう今はもう僕現役でパパやってますんで、見てください、あちらジュンさん、はい、はい、お久しぶりです。だから今日はもうグーネットさんの力を借りるということですよ。はい、久しぶり。久しぶりですね。いつ以来ですかね。モーターショー、モビリティショー、ね、モビリティショー以来だ。はい、ちょっと一瞬出させていただいてましたけど。あ、そうでしたっけ。そうです。忘れ、あ、来させていただいて。挙動がおかしい。めちゃくちゃ緊張されてるんですよ、今日は。めちゃくちゃ緊張してますよ、ね、急に言われてね。急に言ったら、オープニングで歯車狂ったね。歯車が狂った。なんでよ。まあ、お試し周波数がちょっと狂った。ちょっとお試し。誰の周波数あれがね、僕かな、僕です。宮野さん頭で狂ったらもう最後まで狂いっぱなしだよ。そうです。そこでアジャストしていかない。これはもう今日お試しなんで、これ多分次からないっていう伝え。いや、でもね、まあ、さ、来るっていう話は聞いてたもん。はいはいはい。だから、今日俺ワクワクしてた。あ、まさかこういうスタイルだとは思わず。あ、そうで、ね、で、ロケスタートしてるじゃん、はい、思った以上にずれてて、超楽しい。ちょっとね、誰の思惑にもハマってないんですよ、僕今。ジュンさんの思惑にも、宮野さんの思惑にも。だから毎回来てよ。え？いやいや、それは僕はもう毎回来ますよ。もうディレクターですから。キャラがどっから出てるかは知らないけど。ポケットマネーです。ポケットマネー。はい、もうバイトなんで。わかりました。はい。お願いします。はい、お願いします。ジュンさんどうですか。見た感じ。見た感じはもうドンズバです。うわ、ドンズバ。はい。情報回ってたんですかっていうぐらいの車種ですし、カラーリング的にも大好きです。うわ、かわいいですよね。かわいい。かわいいですよね。もう見たい。うわ。なんか番組終わりみたいな。もう決めますみたいな。もうこれ方法なんか決まりそうだ。